越谷アルファ対青森ワッツゲーム2のティップオフを迎えます。ティップオフ最初のオフェンスは青森ワッツです。どうするか、中野を呼んでいる、岡田取りどうかな、ゴールドペイントエリア、キックアウト、決めた、ディープスリーを決めていった。ジャンボフラッグ、ゴール出していってコーナースリー決まる。スリーポイントで返していきました。得点差についていきます。キャプテンの下山です。二宮がボールを振っていってカットしている。門間圭司のレイン離して、これ小松沢早手。得点差がつく。小松沢ペイントには能力出していって払っていった。ディクソン。これが9戦をしての7戦のダブルダブルです。ジャンパー打っていって、ご決まります。薄井が決めていきました。さあ、マイケル・クレイグ、二宮ここへつく、マイケル・クレイグ、ダブルチームに行って、ここから打っていく、駒澤早手、スリー、駒澤早手が決めていきました。さあ、そして、ピックアンドロールから、駒澤、トップから、スリー、リング、モンマー、セカンドチャンス、決めていった、バックショット。そして、B2 参戦後の連勝記録を6にして、レイアップ、小松は決めていく、狙っていきます。2.7 秒、小松は早手、小松はジャンパー、フローター、決まった。2本、2点返して、第2クォーターを終了しています。最後2点返しました、青森です。最後の取った薄井、薄井からもう一度小松は、ウィングインサイド入って、ここはジャンパー、フェードアウェイ、決まった。小松は早手、シュートをしっかり決めていきます。小松は最後のチャンス、どうするか。ノールからしていって、ここで預けていったのが、門間圭司郎でした。9秒の継続です。ボールを離していった、ジャンパーウィングから離していって、決まりました。スリーポイント、野田と純喜です。オフェンス青森バッツ、小松は野田から薄井、ジャンパー、薄井が苦しいところ、藤岡に飯田がついている。さらには野田に送って、野田とすぐに展開してスリー狙っていく、決まる。コーナーからスリーが決まりました。丸まって福山、福山が入ってどうするか、ドリブルジャンパー、フェードアウェイ、決まりました。ここは菊山喜一。もう残り30秒ほど、駒澤が行って、駒澤と離していってスリーポイント、ジャンパー、決まる。そしてここがレイバック、2点返す。